ウガン・ウクライナは、ドニプロ川のウガンに広がるウクライナの歴史的地名である。現在のキエフ州とチェルカースイ州の西部、ジトーミル州、キロボフラード州、ビーンヌイズヤ州、フメリニツキー州にあたる地域である。ウガン・ウクライナという地名は17世紀後半以降の資料で見られる。1667年のアンドルー州条約により、 ウクライナのコサック国家がポーランドとロシアの間に分割されるとキエフを除いてドニプロ側のウガンに位置するコサック国家の領土はポーランドの支配下に置かれウガンウクライナのと呼ばれるようになった。1672年のブーチャチ条約に基づいてウガンウクライナの地域はポーランド、トルコとコサック政権の間に分割されたが1683年にトルコが 第二次ウィーン包囲に失敗すると、1699年のカルロビッツ条約により、ウガンウクライナ全体は、ポーランドの支配下に入った。18世紀に、ポーランドの政権は、ウクライナコサックの自治性を廃止し、現地のウクライナ人の庶民に弾圧を加え続けた、結果、1七百二年、百三十四年、七百五十年と百六十八年に、ウガンウクライナで、 ハイダマークを中心とした大規模な反ポーランドの放棄が相次いだ。西教とのウクライナ人を守るという名目で1789年の第二のポーランド分割が行われ、ウガンウクライナは西教のロシア帝国の領土となった。1917年にウガンウクライナはウクライナ人民共和国の一部となったが、1918年から1920年にかけて続いた。 ウクライナの内戦期の末に、ボリシェビキ系のウクライナソビエト社会主義共和国の領土となった。現在、1991年にソ連から独立したウクライナが、ウガンウクライナの全地域を領有している。ありがとうございます。